新型コロナウイルスの感染拡大を受け、県の職員と警察官が連携し、今夜、路上飲みなどの自粛を呼びかけました。感染が拡大しております。路上飲みはやめましょう。お願いします。お願いします。兵庫県は今夜、神戸三宮の繁華街で外出や路上飲み自粛の呼びかけを実施。県の職員と警察官合わせて14人が2班に分かれ、路上飲みやめようなどと書かれた紙を手に、およそ15分間飲食店などが立ち並ぶエリアを巡回していました。医療体制も逼迫しているので、感染リスクの高い飲酒、外飲みも路上飲みも含めた飲酒の自粛を県民の皆さんにお願いしたいと考えております。兵庫県は緊急事態宣言の期間中、特に金曜日は職員の数を増やして重点的に呼びかけを行うとしています。